どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、私は今度からアルバイトを始めるわ。お、それはいいな。どんな仕事内容なんだ？カフェのおそばんよ。だから夜は10時過ぎに帰ることになるんだけど、その分、時給も少し高いから楽しみなの。頑張れよ。でも、帰りが遅いのは心配だな。ただでさえ、暗くて人通りの少ない道を通るんだから。大丈夫。変な人が出ても、私がやっつけちゃうわ。そんな甘く考えるな。犯罪者は、どこで霊夢を狙っているかわからないんだぜ。怖いこと言わないでよ。これは脅しで言うわけじゃない。実際に遅くまで働いていた女性が襲われて、20年以上も未解決という事件があるんだ。20年以上も、それはちょっと、聞きたいわ。というわけで今回は、神戸スマ女性殺害事件、について紹介するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。まずは、事件概要について見ていこう。お願いするわ。時は2003年2月21日、兵庫県神戸市のスマクというところで発生したんだ。時刻は午後10時50分頃で、地下鉄、妙法寺駅、から、徒歩で帰宅中だった T さん、当時44歳の女性が、何者かに刃物で襲われた。残念ながら T さんは、足を刺されて亡くなってしまったんだ。なんてひどいことを。T さん、とても痛かったでしょうね。不意打ちだったからな。T さんは公園で襲われたんだが、犯人は彼女のバッグを持ち去っていることから、強盗目的だったとされているんだぜ。強盗も最低なことだけど、何も命まで奪う必要はなかったじゃない。目撃者はいなかったの？ああ、いなかった。この事件は夜遅い時間に発生したことと、人通りが少なかったことが災いしたんだ。証拠も少なく、未だに具体的な犯人像も浮かんでいない。そんな、T さんのご遺族は、それじゃ納得できないでしょうに。T さんはどんな人だったの？優しいお母さんだったぜ。それじゃあ次は、T さんの人となりについて紹介しよう。事件当時、T さんは現場と同じ兵庫県神戸市のスマクに、家族4人で暮らしていた。現場近くだったのね。早く家に着いていればと、後悔が浮かんでくるわね。そうだな。T さんは大学生の時、後に夫となる男性と、職場で出会ったそうだ。そして二人は結婚し、長男と次男を授かったんだ。若い頃から、旦那様と知り合っていたのね。旦那さん曰く、T さんの性格は芯が強く、努力家だったそうだ。家族仲も良くて、昔は海水浴に行ったり、神戸市にある六甲山牧場に行ったりと、思い出もたくさんある。旦那さんは事件後に記者の取材を受けた際、この時の思い出について、羊にお弁当を取られそうになり、子供も泣き出すし、みんなでお弁当を守ったりした。と懐かしむように振り返り、牧場での写真も見せてくれたんだ。聞けば聞くほど、そんな幸せな日々を壊した犯人が憎いわ。ああ。そして T さんは子供たちが成長した頃、学費を稼ぐためにパートに出ることにしたんだ。仕事内容は NTT の番号案内をするというもので、2001年から始めているぜ。そういう仕事があるのね。職場までは電車通勤をしており、仕事にも慣れておよそ2年の月日が流れた。子供たちも長男が高校1年生、次男も小学5年生になっており、誰もがこのまま平凡な生活を送れると思っていたはずだ。ごくり、ここからはさらに、事件当日を詳しく振り返るぜ。いつも通り、仕事を終えた T さんは電車を降りて自宅へと向かっていた。T さんには持病があり、ゆっくりと歩いていた。持病がありながら、家族のために働いていたのね。事件発生直前の午後10時48分頃、付近の防犯カメラには T さんの姿が映し出されていた。T さんは右手で携帯電話を操作しており、左手にはバッグを持っていた。そして、この直後に襲われたものと思われる。もう聞くのが辛いわ。T さんが電車を降りてからおよそ10分くらいが経過した頃、現場を通りかかった通行人が、重傷を負った彼女を発見したぜ。T さんは仰向けに倒れており、通行人はすぐさま通報した。早く、救急車を。だが、手当てが間に合わず、冒頭でも述べた通り彼女は帰らぬ人となってしまったんだ。子供を残して、さぞかし無念だったでしょうね。その後、駆けつけた警察官によって直ちに捜査が開始された。現場は階段に挟まれているため車も進入できないような道で、割と狭いんだ。近くには団地もあるから、電車の乗降の際は人通りがあるものの、電車が来なければ人は途切れるような場所でもある。人の出入りに、ばらつきがあるのね。その、人がいない一瞬の隙に T さんは狙われてしまったんだ。T さんは、そんなに何度も刺されてしまったの？いや、左の太ももを一箇所だけだ。幅は2センチ、深さは8センチなので、相手が力を込めて刺したことがわかるな。想像すると辛いわ。ところで幅が2センチって、比較的薄い刃物ってこと？
はっきりとした凶器は今も判明していないんだが、警察の見立てでは、バタフライナイフの可能性が高い、と言われているぜ。ナイフは T さんの着ていたコートやジーンズまで切り裂いているので、よほど強く振りかざしたんだろうな。怖いわ。ナイフは脅しじゃなくて、傷つける気満々じゃない。ただ現場を見る限り、T さんのバッグが奪われており、彼女の携帯電話も真っ二つに折られていたんだ。そのため犯人ともみ合いになって、犯人も早く奪いたいがために、ナイフを振りかざしてしまったとされている。この頃は、まだガラケーが全盛期だったものね。わざと折られたということは、犯人が通報されることを懸念したからかしら？警察はそう考えているぜ。今のスマートフォンだって落とせば壊れるが、それでも使える場合もある。だが、ガラケーは折られてしまうともうダメだからな。犯人に関することで、何かわかっていることはないの？事件から5日後、現場からおよそ300メートル離れたところにある。11面山、というところに、T さんの所持品が捨てられていたんだ。そこで T さんの財布やバッグが発見されたんだが、現金はすべて抜き取られていた。キャッシュカードとかは？そっちは無事だったぜ。暗証番号は数回間違えると使えなくなってしまうし、ATM を操作すれば防犯カメラで顔を撮影される可能性があるからな。犯人は頭の回るタイプだったのかしら？そこまでの考えに至っていたかは不明だが、財布の中には、およそ7万円が入っていたそうだ。もしかしたら、その金額を見て満足したのかもしれない。確かに、7万円って大金だものね。そういえば、現場からたった300メートルしか離れていない山に、所持品を捨てたようだけど、そこってそんなに見つかりにくい山なの？山だから、切り開かれた場所よりはわかりにくいだろう。だが、この山は地元の少年たちから、秘密基地、と呼ばれていたんだ。秘密基地？まあつまり、不良少年たちの溜まり場だったってことだな。そういう場所なら、しょっちゅう出入りしている子がいるだろうし、犯人に結びつく何かがあるんじゃないの？それが、何も残されていなかったんだ。じゃあなぜ、わざわざ秘密基地で T さんのバッグなどを捨てたのかしら？警察は、犯人たちがバッグの中身を見るために、人気の少ない山に来たのだろうと推測しているぜ。ああ、いわゆるアジト的な意味ってことね。そうだ。盗んですぐに山に行ったのなら、そんな時間に散歩や登山をする人はまずいない。このことから見ても、物品の確認をするにはもってこいの場所というわけだ。そうなのね。でも犯人がわからない以上、地元の人間とも言い切れないんじゃないの？ところが11面山で捜査を行った警察は、一度でもこの山に来た経験がないと、こんな場所に捨てようとは選ばないだろう、と推測しているんだ。そのため犯人はまだ若いが土地勘があり、普段からこの山に出入りしているか、子供の頃に遊びに来たことのある人物ではないかとされている。子供時代に来ていたなら、本当に、秘密基地、として遊んでいたかもしれないものね。そういうことだ。捜査が進む中、事件の直前に不審な人物を目撃した、との情報が入ったんだ。それは事件が起こる10分ほど前、公園の植え込みに若い男が2人いて、怪しい動きをしていたという内容だった。何それ、とても怪しいじゃないの。その人たちが犯人とは決めつけられないけど、どんな雰囲気の男だったの？目撃者によると、一人は、背が高くて目つきの鋭い男、で、もう一人は、背の低い男、だそうだ。このため、T さんを襲った犯人には、実行役、と、見張り役、がいた、と考えられているぜ。そうなのね。でも、そんなに特徴的な二人なら、地元の仲間の間とかでは、有名になっていそうな感じもするけど、よっぽど、寄せられた情報と似通っていればな。だけど何の進展もないまま、事件から10ヶ月が過ぎた頃、現場付近で不可解なことを言うおじいさんが目撃されるようになったんだ。おじいさん、何を言っていたの？おじいさんは泣きながら、申し訳ない、うちの孫が、と言いながら、手を合わせていたんだそうだ。この姿は複数人が目撃していて、警察も把握している情報だったが、結局おじいさんがどこの誰なのかは、不明のままだ。せめて、このおじいさんから話を聞くことができればよかったのにね。まさに、重要参考人だよな。ねえ、マリサ。こう言っちゃなんだけど、不良少年ってどこにでもいるわよね？現場付近の子たちに、話を聞くだけでもできなかったの？警察はとっくに調べを進めたぜ。だが、警察から事情聴取を受ける、ということ自体に抵抗のある人も多い。中には、うちの息子が犯人だと言いたいのか、と怒鳴る親もいて、捜査も順調とは言い難かったようだ。いや、あくまでも捜査に協力するだけじゃないって思うけど、嫌な人は嫌なのね。周囲の目もあるからな。一概にこう思う親のことを責めるつもりはないが、もっと協力的だったら、とは思わずにいられないな。そういえば T さんにも、年頃のお子さんがいたのよね？事件後はどうしていたのかしら？
突然妻を失った T さんの夫は、家族3人で協力しながら生きてきた、と語ったぜ。最愛の妻がいなくなり、気持ちの上では時間が止まったような感覚だったが、子供たちは日々成長する。当時小学生だった次男の遠足の際、夫は料理が苦手だったんだが、子供にひもじい思いをさせるわけにはいかない、と、徹夜でエビフライを作ったこともあったそうだ。お父さん、もう涙が出てきたわ。家事や育児の傍ら、夫は自腹で情報提供を求めるビラを1万枚作り、配布した。現場付近や妙法寺駅前には看板も設置し、指摘懸賞金を設けたこともある。犯人は20年経った今でも捕まっていないが、夫は、犯人に石を投げてやりたい、との思いから、もう罪に苛まれて、どこかで人生を終えてくれとの気持ちもある、と明かしているぜ。世間で事件が忘れられても、犯人だけは絶対に覚えているものね。ああ、もちろん夫も家族も、犯人逮捕を諦めたわけじゃない。今でも夫は事件発生の日の前後にビラを配り、2023年には取材に対し、今なら、あいつが犯人、と通報してくれるかもしれへん。犯人には、逃げ隠れする人生で後悔はないのか、と問いかけたい、とコメントしているぜ。一日も早く犯人が捕まりますように。こういった未解決事件は世の中に山ほどあるが、中には10年以上もの時を経て、いきなり解決することもある。同じ神戸でも、2010年に男子高校生が何者かによって、切りつけられなくなるという事件が発生したんだが、これも2021年に急遽、犯人が逮捕されたんだ。11年も経ってから、それって、どんな事件だったの？内容は、あまりにも腹立たしいものだ。当時16歳の男子高校生は、交際している女子生徒と、一緒に談笑しているところを襲われたんだ。え、犯人とは面識があったの？いや、後に逮捕された男は当時17歳だったんだが、被害者が交際相手と一緒にいるところを見て、腹が立って襲った、と供述しているんだ。つまり、彼女持ちの男性を羨ましく思っただけだぜ。信じられない。そんな理由で、人を手にかけて言い訳がないでしょ。まったくだ。しかも被害者は自分が襲われた時、交際相手に、逃げろ、と言って逃がしている。そんな心優しい男性だが、パトカーや救急隊員が来た頃には、間に合わなかったんだ。理不尽すぎて私が爆発しそうだわ。でもなぜ、10年以上も経ってから犯人がわかったの？どういう神経をしているのか知らないが、犯人の男は周囲に事件への関与を疑わせる発言をしていたそうだ。さらに逮捕の直前、兵庫県警に情報提供も入ったことで逮捕へと繋がったぜ。そこから一気に逮捕って、すごいわね。この男には、これから重い罪が課されてほしいわ。ところが、そうもいかないかもしれないんだ。なぜなら、事件当時の犯人の年齢が17歳だったことにより、少年法が適用されたんだ。さらに2022年から始まった改正少年法の、特定少年として、重い罪を犯した少年は、実名報道がされるようになったが、ちなみにこの男は出ていないぜ。はぁ、10年以上も逃げ惑った挙句、逮捕されても名前すら出ないってこと。被害者は、もう二度と帰ってこれないのよ。遺族としては、これほど納得できないことはないよな。ただ、司法に裁かれた後はしっかりと罪を償ってほしいものだ。霊夢、今回の話はどうだった？事件って起きたばかりの時は世間も騒ぐけど、進展がなかったりすると、あっという間に話題にも上がらなくなることがわかったわ。私たちが平和に暮らしている間にも、遺族は犯人逮捕に向けて、日夜活動を続けているのよね。そうだ。今回の事件に限ったことではないが、遺族の方々はよく、忘れ去られることが怖い、とおっしゃっている。私たちが心の片隅でも事件のことを覚えていれば、もしかしたら犯人の特徴に似ている人物とすれ違った時に、通報できるかもしれない。警察も、どんなに些細なことでもいい？ってよく言ってるものね。そうだ。T さんの旦那さんも、今だから言えることがあるかもしれない。と期待を寄せているぜ。神戸の男子高校生の事件のように、急に解決するかもしれないしな。そっちの事件も、逮捕直前に情報提供があったって言っていたものね。もしもこの動画を見て、思い当たる何かがある人は、ぜひ該当の警察署に情報提供をよろしくお願いするわ。というわけで今回は、神戸スマ女性殺害事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。